あなたの罪がどれほど重くとも、それを許しましょう。ミカエル。あなたは一人ではありません。さあ。私は断じて後悔はせん。父に背いたことも、地獄に落ちたことも、所詮神の国の愛などは欺瞞、人間どもになど分かりはしない。だから殺戮を繰り返し、憎しみを繰り返し、命の大地を破壊し、今日だけのことしか考えないのだ。そこに愛などは生まれぬ。神の国などはない。絶望と暗黒に震える生き方こそ、人間どもにはお似合いなのだ。俺はここに消滅する。だが人間どもがいる限り、必ず復活する。サタン、いけない。天の栄光などいらん。俺は剣に生き、そして剣に死すのだ。歌劇団の皆さん、よく頑張りました。でも戦いはこれで終わったわけではありません。あなたたちの本当の戦いはこれからなのです。では皆さん、これでお別れです。ほら、なんて顔してるの？男の子でしょ？ちゃんとしなさい。よろしい。じゃ、またね、大神くん。さようなら。あなたに会えて嬉しかった。あの、
いいんですか、宝神さん。いいさ、俺にはみんながいる。大切なみんながね。宝神さん。よう、ヨネダ長官。わしもまだまだくたばらせんて。さあ、約束通り宴会じゃ。大宴会じゃ。と、その前に、宝神さん、大切ってこの中の誰のことなんですか。え、誰を選ぶんです。いや、そう、待ってくれ、ちょっと。俺に？戦いが終わり、帝都もすっかり平和になりました。今、私の胸の中をいろいろな思い出がよぎっています。私は帝国歌劇団の中で随分甘えていました。それがはっきり分かったのです。だから私は自分を鍛えるために旅に出ます。そしてもっと強くなって必ず帰ってきます。大神隊長、私のわがままをお許しください。新宮寺さくら。舞台の幕が開き、涙を歌に変え、きらめく笑顔。
帝国歌劇団花組の公演は以上をもちまして全て終了いたしました。皆様、お忘れ物のないよう気をつけてお帰りください。